松本は、松本和、やわら、安政7年2月23日昭和15年1月20日は、明治期の海軍軍人、海軍中将。江戸出身。幕府御家人松本十右衛門の次男として生まれる。幼名は脇地。明治7年10月20日、海軍を志して、海兵領に入る。6年にわたり、勉学に励み、明治13年12月。 海軍兵学校7期を30名中に7位で、卒業。加藤智三郎、島村早夫、吉松茂太郎、藤谷一の四大将を排出し、松本を含め中将を6名、少将を8名排出したクラスである。勤勉で努力家であり、摂津、筑波、龍城、筑紫と船を渡り歩き、航海士を目指した。明治19年12月、大尉へ昇進。 当時はまだ注意の階級が設定されていなかった。山和公会長を皮切りに、9ヶ月間の海軍、大学校学生を除くと、つくば、高千穂と公会長を歴任。明治24年4月、フランスで建造した、五福島開港のため初めて海外へ出る。一年余り、フランスを見分しつつ、五福島の総関術を身につけ、日本への開港人は公会長として、 無事に到着させた。帰国直後の明治25年7月、海軍参謀部に招兵された。参謀部は翌年5月に海軍軍令部へ改編され、松本は残留して第1局と第2局の部員を交互に経験する。軍令部員として3年間勤務するが、その時期に日清戦争が勃発した。松本は運輸通信を担当。陸軍の部隊輸送や、 物資の養生輸送計画を立案し、成功させた。この任務遂行を称賛する声は高く、一階の軍令部員でありながら、高4級の禁止勲章を授与された。この戦いで、禁止勲章を授与された、遺憾級将校は、島村隼を連合艦隊参謀と松本の2名、だけである。最前線で戦った島村はともかく、後方の幕僚に過ぎない松本が授与されたのは、 その見事な計画と実践の賜物である。先考を受けて少佐に昇進した後、戦後の明治二十九年四月、久々に会場に出て、常備艦隊公会長と参謀を兼務した。一年間の任期を終える直前、明治三十年十二月、仲裁昇進。軍務局で一年半過ごし、明治三十二年六月より、八重山艦長に転じる。この三ヶ月後に、 大裁昇進。明治33年5月、関西本部が開設され、燃料、受品の改良研究を推進する第二部長に任じられる。卓越した事務処理能力と、官邸装備に関する知識を買われたものだった。関西本部の立ち上げに貢献すると、明治35年10月、かつて航海長として、日本へ連れてきた、五福島の艦長に転ずる。 さらに日露戦争臨戦編成を前に、明治36年9月より戦艦、富士艦長となった。海戦を前に猛訓練に臨み、全力推進運転中に急速交代運転を命じたこともある。無謀な命令を拒絶した、機関長に平時にできることが戦時にできるわけがない。この運転で壊れるようなら、富士はその程度の船だということだと一括した。 日露戦争の前期間、富士を操り続け、公開海戦、日本海海戦では他の三戦艦より一世代古い富士で関東した。戦後の明治三十八年十一月、少々へ昇進し、水路部長となる。長らく水路部長を務めた前任の肝付、金行中将は、喫水の測量技官だったが、経歴が全く違う公開畑の松本が就任して、 以後は、水路部長の地位は、公開専門の陛下将校にとって、出生の重要な関門となった。水路部長を一年務め、明治39年11月より、横須賀交渉庁に転じる。着任時には、戦艦、薩摩、巡洋艦、倉間の建造工事が着々と進んでおり、松本も主力艦の竣工に期待していた。しかし、竣工を待たず、松本は、 転金を命ぜられた。次の任務は、艦政本部長である。薩摩と、倉間だけではなく、海軍のすべての艦艇を統括できるとあって、明治41年8月28日、松本は、危機として着任した。翌年9月に、中将へ昇進する。松本はここで、伸び伸びになっていた十六艦隊計画の実行に、着手した。その第一弾として、イギリスに、 最新巡洋戦艦を発注する。それこそ松本の運命を大きく狂わせた金剛であった。日本海軍が初めて所有するちょうど旧巡洋戦艦とあって、艦西本部の意気込みは強かった。巡航した金剛が横須賀に到着し、比叡の巡航にも目処が立った大正2年12月、松本は5年半勤めた艦西本部長を降りて、 クレチンジュフ司令長官に転じた。クレチンジュフが管轄するクレ交渉では、66艦隊計画第2弾として、戦艦、不走の建造が進められており、松本自身も不走建造の式を楽しみにしていた。しかし、クレチンジュフ長官に着任した翌月、ついにシーメンス事件が発覚した。当初は、シーメンス社からの贈収賄事件に止まっていた。 だが捜査と容疑者の尋問が進むうちに、今後の発注先を当初計画のアームストロングホイットワンス社からビッカース社に変更するための裏工作が発覚し、新たに松本へ権議が向けられた。シーメンス社をめぐる増収賄事件の段階で暴動も発生していたため、飛び火したビッカース社関係の容疑者への尋問は迅速に実施された。第1次。 山本内閣が総辞職した翌日、大正3年3月25日に、松本は、クレチン塾長官を罷免され、三井物産経由で渡された40万円の賄賂についての尋問が、軍法会議で始まった。松本は40万円の樹事は、慣例として、自然なことであり、成功報酬とみなして抗弁した。しかし、三井物産の帳簿が改ざんされていることが発覚し、 事件性ありと高等軍法会議は判断した。大正3年5月15日、松本は懲役3年、追徴金40万9800円の実刑判決を下された。その半月後の29日、海軍は松本に面間、意気返上の処分を言い渡して追放した。松本はそのまま投獄され、すべての特権を剥奪された。 刑期を終えた後から亡くなるまでの松本のご反省は、ほぼ不明である。軍人としての英典も没収され、遂行者の名簿からも抹消された。加藤、島村は元より、同期の兵学校7期生との恩信も、普通となってしまった。かろうじて大正11年頃に松本と会ったという、目撃証言が見出せるのみである。松本の孫の生前の証言によると、 晩年の松本は、良き祖父であり、東京で穏やかな日々を家族と共に過ごしていたという。厚生省の記録によると、昭和15年に1月20日によう去った。ありがとうございます。